こんにちは、本気塾代表石原です。今日は昭和時代の世ということで、まあ、昭和になると話がだいぶ複雑になるので、前回のまとめまたいきましょう。この時点でのまとめをやっていきます。はい。とにかく、昭和の途中ぐらいになると日本と中国は戦争してるよってことが大事です。なんで戦争したいかというと、その前においても世界的な不景気、ね、世界恐慌っていうのがあった時に、ね、日本は国も狭いし植民地もあんまりないから物作っても日本不景気で売れねえし、だったら外国に売りたい、外国の、土地欲しいな、外国の人支配したいなってことで中国に対して領土を広げようということで戦争を続けてきました。ところが日本はね、その昔ね、中国との間で日清戦争っていうので中国に勝ってますから、今回は余裕しようと思ったら余裕じゃない。なぜかというとアメリカとかイギリスが中国にこっそり武器を送ってたんですよね。つまり日本から見ると直接アメリカイギリスと戦争してるわけじゃありませんけど、実際のアメリカイギリスは敵である中国の味方みたいな感じですか。日本から見ると敵に近い状態だったんですね。そんな時に、日本はとにかく中国とシコシコ戦争してるんですけど、一方で、ね、ドイツやイタリアも日本と同じようなことをしようとしたんですよね。この2つもその世界的な不景気からなんとか立ち直ろうとした時に植民地があまり持ってない国ですから、なんとかしてどっか植民地増やせないかなって同じようなことやったんですね。そこで日本はドイツ、イタリアと同盟を結んでいった。いいですか？で、ところでその同盟を結んだ理由として、ね、同じようなことをやってるお友達だっていうこともあったんですけど、一方で対ソ連という問題があったのを覚えてますか？日本はもともとソ連とうまくいってなかった。それに対して、ドイツやイタリアと手を組んどけば、ね、ソ連と対抗できるだろうということで、ソ連と対抗するために共産主義のソ連嫌だなということでドイツ、イタリアと防共協定、共産主義と対抗しようね、共産主義に負けないようにしようねっていう協定を結んだんですね。で、だから日本はドイツ、イタリアとこうやって友達って感じでソ連とガチで敵なのかなと思ってたら、なぜかドイツとソ連がちょっとお互いに悪だくみがあって手を組んじゃったんですね。覚えてますか？そうすると日本とソ連との関係わけわかんないですよね。日本はソ連を嫌いだからドイツやイタリアとお友達になってソ連と対抗しようとしたのに、なぜかそのお友達のドイツとソ連が友達になると、ソ連って敵なの？友達なの？いまいち意味わかんねえの？意味わかんねえけどという関係に、なりました。で、まあ、ソ連との関係はそうなんですけど、一方でアメリカイギリスの関係はさっきも言ったようにもともと敵である中国の味方してたから日本は気に食わないのに、アメリカイギリスはさらに逆切れもしてきましたよ。日本とドイツ、イタリアが友達なのを見てあいつらは手を組んで対ソ連というよりも自分らに逆らってくるに違いないということで、アメリカイギリスは日本のことをさらに嫌いに、さらに切れてきました。その結果アメリカイギリスは今までは日本と貿易したけど日本にあまり物とかもう売ってあげないよみたいな、そんな態度になってきました。はい。でその後どうなっていくでしょうかっていうのをちょっと次やりますね。ところで日本は、ね、ソ連とはわけわかんないけど間違いなくドイツ軍、イタリア軍とは友達でした。そのうちのドイツ軍、ヨーロッパの方で戦争を始めました。ヨーロッパのほとんどをドイツ軍取っちゃいました。めっちゃ強いです。ですから日本から見ると、ね、強いドイツ軍と親友になったってことは安心材料にはなってるんですね。いざとなればドイツ軍と俺らが手を組めばめっちゃ俺ら強いんじゃないかっていう安心材料にはまずなってます。ところでアメリカイギリスはさっきも言いましたようにいろんなことで日本に切れてますね。中国の味方でもあるから、アメリカイギリスは日本が中国と戦争している限りは中国側に立って日本と仲悪い。さらに日本はドイツとイタリアと手を組んだことによってアメリカイギリスは自分らに対しても向かってくるじゃないか、自分らと喧嘩するための準備じゃないかというふうに思ったからめっちゃ切れてきて、アメリカイギリスからもうね物とか買えなそうだしというふうな状況になってきた。そこで物買えないというのはどういうことかというと、日本って石油とか石炭とかあんま出ないですよね。そうするとね、日本大事なのは何だっけ、一番大事なのはソ連じゃない、アメリカでもない、日本がやりたかったのは中国との戦争で中国で土地を広げることなんです。中国と戦うためにはお船で兵隊さん運んだりとか戦車っていうのを動かしたりとかピストル撃つとか何でも鉄とか石油とか材料が必要なんです。そこでアメリカイギリスが売っていくんないんだったらどっかに資源ないかなっていうのが日本の悩みだと言います。と思っ
ったら日本はオイルです。あったあった。資源ありそうなところあった。本当なのかわかんないけど、とりあえず資源ありそうなところ見つけたよということで、ベトナムとフランスとの関係っていうのに着目します。はい、ちょっとベトナムの説明をします。当時アジアはこの辺をフランスが持ってたと思ってた。フランスの植民地だと思ってください。ベトナムとか。フィリピンはアメリカが持ってました。で、大まかに言います。ちょっと違うところなんですけど、大まかに言うと、イギリスがこんな感じだと思ってください。で、このうち、いいですか？フランスなんですけど、フランスここにいますけど、フランスはもちろん本当はヨーロッパの国ですよね。フランスはボロボロでした。なんで？強いドイツ軍に反攻侵されてたから。パリって有名なフランスの首都があると思うんですけど、パリまでドイツ軍に取られてました。フランスボロボロです。ということは、フランス支配してるって言っても実質上支配なくなってます。つまり日本から見たときにここ進めるじゃん、ここに入っていっちゃっても誰も俺らを妨害する必要ないじゃんということで、日本はベトナムに行ってベトナムで資源ゲットできるんじゃないのかっていうふうに思ったんです。ベトナムを今まで占領したフランスが弱ってると、なぜならばドイツ軍がフルボッコにしてくれたと。じゃあベトナムに行けば資源ゲットできるんじゃねえのと思いました。しかもね、ベトナムとかあっちの方からね、本当はベトナム、世界はベトナムじゃないですけど、あっちの方からアメリカ、イギリスが武器を中国に送ってる臭い動きもあったんで、じゃああの辺を占領しちゃえば日本は、ね、中国にアメリカ、イギリスが武器を送ることもできないんじゃないのと。そういうことは中国のこともすぐ潰せるようになるんじゃないのと。中国を弱くすることできるんじゃないのと。いろんないいことがあるんじゃないのということで、ベトナムに行くことにしました。ということで、日本はね、ここを支配したフランスがほぼほぼ死にかけてるから、日本はここに、侵入しましたよということで、本当にベトナムに進出しちゃいました。さあ、これどういうことなんでしょう。もう一回いきますよ。フィリピンはアメリカが支配していた。この辺はイギリスが支配していた。アメリカ、イギリスから見ると、もともと日本のことは気に食わなかったのに、やってきたよ、すぐそばに。わかります。今までここにはフランスがいて、特に敵でもなかったのに、日本、嫌いな日本がやってきたよ。もしかしたら次俺らのところに来るのと、もうマジで戦争するのって言ってみれば、ほら町と町であってお互いにこうやってもう胸ぐら掴んでるぐらい距離が近づいちゃったんです。そこでアメリカ、イギリスは日本のこの行動にさらに怒ることになっています。日本がベトナムに来たことによって自分らのすぐそばに来たってことに対して、怒ることになりました。でベトナムってそんな資源なかったんですよね。日本はベトナムに行ったのはいいんですけど、ベトナムは言うほど資源はゲットできませんでした。そうすると日本困ったです。あれ、あんまり資源ゲットできねえし、アメリカ、イギリスのところにだいぶ接近しちゃったし、やっぱりアメリカ、イギリスと戦争になっちゃうのかな。日本は悩み始めます。ここでね、聞いてるみんなが頭ぐっちゃぐちゃになったと同じように、この頃の日本の政治家とか軍人さん、ね、軍隊の偉い人たちも混乱してきたんです。これ当時も混乱したんです。よく考えないと誰も間違いないです。本当に当時もみんな混乱したんです。そもそもソ連と微妙でしたよね。なんで微妙かっていうと、もともとは防共協定っていうのをドイツ軍、イタリア軍と結んだぐらい日本はソ連と仲悪い。でも一方で日本の第二の親友のドイツはソ連と友達になった。うん、敵なのかな、味方なのかなっていう状況。一方で、アメリカ、イギリスとは最悪ですよね。でも困ってる。日本って何をしたかと。ソ連を攻めてソ連の領土を欲しいわけじゃない。アメリカ、イギリス攻めるなんて考えたことない。やりたいことは中国と戦争して日本の品物を売る場所欲しかっただけでね。3番のためにやってるうちになんかいろいろわけわからなくなってきたんですよね。3番が大事だということです。はい。そもそも本当の目的はソ連と揉めることでもないし、イギリス、アメリカとも戦争することでもないし、大事なのは日本は中国との戦争に勝たなきゃ。中国とは戦い続けるしかない。続けなければ世界恐慌、世界中の不景気に日本巻き込まれて、日本は、日本国民がみんな飢え死にするしかない。飢え死にってのはご飯がなくて死んじゃうことですね。だから中国とは勝つしかない。中国に物を売りつけれるようにしなきゃいけない。中国は日本にとって命だと。中国で勝つことね、というのがまず基本線です。となるとソ連がどうたらとかアメリカ、イギリスどうたらっていうのはおまけなんだよ、日本にとって。でおまけのことをそれぞれ両方戦う必要ないじゃない、ね、中国と勝てばいいのに、なぜかソ連とも戦争を交えか、アメリカともイギリスとも戦争を交え、これは日本にとって何でもいいことないじゃない。ということで日本は考えました、ね、ソ連ともアメリカ、イギリス系とも両方とも揉める必要ないだろう。でと考えたときに、どっちだったらまだうまくやっていけると考えたときに、ソ連なんじゃないのと。なぜならソ連は仲悪かったけれども
親友のドイツ君とソ連は手を組んでくれたんだから、ソ連となんとか、ね、友達の友達は、これ友達みたいな、ね、なんか歌みたいですけど、なれるんじゃないかということで、日本はアメリカ、イギリスとはもうどうにもなんねえから、ね、ソ連とはとりあえず仲直りすることにした。日ソ中立条約、ね。ただ気をつけてほしいのは、日ソ中立。お互いに中立、真ん中に立ってる。お互いに攻めたりしないよって言ってるだけであって、別に親友になってる条約じゃないです。同盟とは違いますから、お互い味方じゃない。ただし敵でもないぐらいの感じで、ソ連とはとりあえず落ち着くことにしました。で、日本はこの時にちょっと腹黒い企みました。アメリカ、イギリスはこれでビビんじゃねえのと。なぜならば、日本、ドイツ、イタリアはガチの 仲いい同盟があります。そして、日本とソビエトも日ソ中立、同盟じゃないけれども、とりあえず敵じゃないことにしました。おお、強いやつが4つ揃ったように見えるよと。アメリカ、イギリスはこれを見て自分らに対して少し態度が柔らかくなるじゃないか。いいですね。だからアメリカ、イギリスは日本は戦争しなければいけないのかもしれないけど、できればアメリカ、イギリスはビビって逆に引いてくれるのがいいなというふうに思ったんです。さあ実際どうだったでしょう。次行きましょう。逆です。結論逆です。残念でした。アメリカ、イギリスは思ったことは、4国の同盟と、日本、ソ連、ドイツ、イタリアと、確かに強いかもしれないけど、絶対にそんな奴らには負けないと、ね。中国に武器も渡し続けるし、中国が日本を倒せばいいし、どうしても中国が倒せないんだったら、自分らもやるかもしれないみたいな、もう帰って仲が悪くなり、例の日本に物を売らないよーっていう話も、絶対にもう本当に日本に物なんか売ってやんねえみたいにして、態度はどんどん強くなって、要するにどんどん硬い感じになって、どんどん険しい感じになってしまう。となると、とうとう日本からと、ね、まあ、アメリカ、イギリスと戦争になるかもしれないけど、ね、とりあえずね、ソ連とも手を組んどけば、アメリカ、イギリスビビるかなと思ったらビビんないですから、いよいよこれでイギリス、アメリカとも戦争なのかな、覚悟はしてるとはいえですよ、ね。皆さんも分かると思うんですけど、アメリカ、イギリスっていうのは今でも超有名だし、ね、この頃も超でっかい国ですから、本当に戦争して勝てんのかなという不安が募ってきます。いいですね。はい。さあ、その不安の中、次、良くないことが起きます。あれってことが起きます。日本は、ドイツ君とは親友、ソ連とも親友じゃないけれども、中立といって敵じゃない立場だったんです。ですから、一応、日本、ドイツ、イギリス、あ、ごめんなさい、日本、ドイツ、イタリアの3国の同盟と、ソ連との中立話で4つ仲いいつもりだったんです。しかし、ドイツとソ連が喧嘩始めちゃったんです。実はドイツとソ連っていうのは、前回言ったかもしれないですけど、ドイツがあってソ連があって、その間にポーランドっていう国があったんですね。このポーランドっていう国を、ドイツもソ連も半分こしようぜっていう、そのためには喧嘩埋めようぜっていう、悪巧みのためのドイツとソ連の友情だったんで、ポーランドをお互いに半分こし合った、食べ終わっちゃった後は、もうお互いにね、要するにトラとライオンがシマウマを半分ずつ食うまでは友達だけど、シマウマを食い終わった後はトラとライオンが噛みつけ合い始めたみたいな感じで、結局敵になっちゃったんです。そうすると、ドイツ、イタリアとヨーロッパの他の国、ソ連も含めてという風な図式が出来上がっちゃった。日本から見ると、すごいこれは、ダメージです。なぜならば、味方も一人減ったし、ね、ドイツ、イタリア自体も危なくなってきてるじゃないですか。ソ連の向こう側に回っちゃったから。そうすると予定がだいぶ狂っちゃったら不安だなというのが日本の状況になります。当然日本は思いましたね。ドイツ君何してくれるんだとね。ソ連君何してくれるんだと見るんだけど、ドイツの方を日本は信用してましたから、なんでソ連と戦争しちゃうのと、ね。そもそもね、ドイツとソ連を揉めたってことは、ね、もともと日本とソ連って親友ではないんですよね。ドイツやイタリアとは親友だって、日本とはし、あ、ごめん、ソ連とは親友じゃないから。ね、もうソ連とドイツが仲悪くなっちゃったってことは、ソ連が日本に攻めてくるかもしれないと。ね、中立なんて話もいつなくなっちゃうか不安だということで、ソ連のことも不安な話しかないし、日本から見ると悩みの種が一個増えたわけですね。さあ、そう悩んでる間に、ね、こういうことが起きてるので、時間が半年一年と過ぎていきます。はい。日本ってどういう状況でしたっけ？とにかく中国とは戦争しなくちゃいけない。勝つまでやらなくちゃいけない。一方で戦争するには鉄とか石油が必要だ。で、今まではね、仲も良くなかったアメリカ、イギリスからも少しもらえた。しかしアメリカ、イギリスは全然くれなくなってきた。ベトナム中国に行ってみたけど、あんまり資源はなかった。
いよいよ日本は追い込まれて焦っていきます。やばいかもしれませんが日本はここで思っちゃいました。ベトナムはあんまり石油とか鉄なかったけど、インドネシアやマレーシアいっぱいありそうだなって。いやそれ誰のところっていうと、これはイギリスのところです。イギリスが持っているこれを襲っちゃおうかなって話です。いいですか。ドイツ軍はヨーロッパで戦争してますけど、実はねイギリスのことだけはまだ倒せてなかったんです。ですからイギリスはピン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 こういたんです。ピンピンイギリスの兵隊さんいっぱいいたんです。だけど日本はここに行っちゃおうかなということで、これを狙おうかな。ということはもうイギリスとは戦争始まるってことですね。イギリスとの戦争をほぼ覚悟していきます。今言いましたように、しかし今のイギリス、ごめんなさい、マレーシアとかインドネシアっていうのはイギリスが持っている。まあ、そのすぐそばのフィリピンっていうのはアメリカ植民地として持っていると。ということは、そういうところに行くということは、イギリスやアメリカと戦争になっちゃうということです。ただ日本から見ると戦争になったとしても、もう全然今、積極的にもないから。このままでとにかく中国と戦えないから。だったら、無理をしてでもね、マレーシア、インドネシアを攻めちゃう。アメリカ、イギリスと戦いになるかもしれないけど、とりあえず石油や鉄が入ると。そうすると一番やりたかった中国との戦争で勝てるかもしれない。しかもアメリカイギリスをもしうまく潰せればね、奴らがやっていた中国への応援も潰せるかもしれない。そしたらなんとかして中国を、中国での土地を広げれるかもしれない。ここにかけてみようというふうに思いました。そうするともうアメリカイギリスとは戦争になることを覚悟しつつね、ただもちろん戦争になるんだったら勝たなければいけない。勝たなければいけないときに気になったことがありました。日本は勝つために、まずここにというかここ欲しいんですね。イギリスが持っているここが欲しくて、アメリカがここにいるんですけど、アメリカの、ね、一番強い軍隊はどこにいるかというと、もちろんフィリピンにいません。アメリカの一番強い軍隊は右側、アメリカにいます、当然。当たり前ですね。たくさんいます。日本とすれば、ここを攻めている間に、ね、ここにいるアメリカの兵隊さんとか、ここにいるイギリスの兵隊さんには勝てるかもしれんけど、ブワーッとアメリカから強いやつがいっぱい来たら困るわけなんですよ。そこで日本はアメリカがこっち攻めてこないように、その手前のハワイって知ってると思うんですけど、ハワイにあるアメリカを潰しとこう、ハワイにあるアメリカの兵隊さんたちを潰しとこう。そうすればしばらくはアメリカはこっちからやってこれないだろうっていうふうに思います。そうすればね、アメリカやイギリスの本体じゃないな、本体っていうのはメインの主な部隊じゃなくてね、フィリピンやこっちに出張してる軍隊だけだったら日本は倒せるだろうと。でも本隊が来たらやべえから、とりあえず本隊が来ないようにここにあるハワイを攻めておこうというふうに日本は考えるようになりました。ということで日本の考えとしてはハワイを攻めようね。皆さんも何か見たことあると思うんですけど、ハワイを日本は攻めて戦争始まるんですけど、何やりたいかというと、アメリカがやってこないためにハワイを攻めたということなんですね。そうするともう戦争の前の日ぐらいまで今飛んだというふうに思ってください。日本はとにかく最大の目的は中国に勝つしかない。勝つには、戦車とか兵隊さんを使うために石油とか鉄が必要なのにそれが手に入らない、ね、さらに中国のことをアメリカイギリスがじゃあ武器を送って邪魔していると、ムカつくと。じゃあ、日本はアメリカイギリス戦争していいかどうかっていうと、ソ連のことは、ね、一応中立というお約束をしている。ソ連と、ね、親友同士の喧嘩して不安だけど、一応は約束してるからソ連、ね、北の方にあるソ連は攻めてこないだろう。じゃあ日本は南にあるインドネシア、マレーシアに行っていいだろう、南進していいだろうという考え方で、さらに友達のドイツ、イタリア君は、ヨーロッパで暴れてくれるだろうと。要するに、イギリスとかそういう人たちを、抑えつけてくれるだろうと。だったら日本は戦えるんじゃないか。こんなふうなことを全体的に判断して最後の画面です。ということで、アメリカ、イギリスと戦ってもなんとかなるという判断のもと、日本は第二次世界大戦というのかな、太平洋戦争というのがいろんな言い方あるんですけど、アメリカ、イギリスとの戦争に本格的に入っていくことになります。次回は、その後ということになります。以上です。